最新の IT とエレクトロニクスの展示会 CTEC2008 にやってまいりました。さてこの CTEC 今年は何が登場するのかレポートしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。いやー、何をかけてらっしゃるんですか？あ、これはウェアラブルコミュニケーターという入出力端末になっています。はい、この部分は、はい、あのヘッドマウントディスプレイの一種なんですけど、これはあのシースルーで映像をポッと浮かび上がらせることができる、はい、あのディスプレイになってます。かなり小さくなりましたね。はい、はい、でそれだけではなくて、実はここにですね、はい、あの私の視界を撮影しているカメラも入っています。僕の方を見ていただくと、あ、映ってる、歩いてる映像です。お、すごいすごい。あ、スムースに。最初はですね、あの人の行動を支援する、例えば作業を支援するとかコーチングシステムとか使っていただければというふうに思っています。なるほど。au さんのブースなんですが、この実空間投資形態というところがあるんですが、これは何ですか？これは疑似的に、はい、壁の向こうを見てるかのような効果を得られるアプリケーションの提案になっています。はいはい、で例えばこれ富士通さんのブースが見えてるんですけど、はい、実際これは向こうに壁の向こうにあるわけですね。富士通があるわけですね。はいはい、速度センサーと地磁気センサーを使うと、はい、この端末の姿勢が分かります。はい、地球上でどういう端末の姿勢をしているか分かる。なるほど。そうすると実はこの液晶の向こう側に何が映ってるかというのを検索して表示ができる。これはあくまで周りにある建物とか把握するためのツールなので、うん、大まかに分かる。野生の感覚を取り戻す。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、駅を降りてさあどっちみたいな、はい、そういう感じのアプリケーションですね。まあ、このイベントの特徴はですね、まあ、完成された製品だけじゃなくてですね、まあ、これから出る商品にこう使ってほしいといういろんな技術展示があるところが面白いところなんですよ。まあ、今見た中でも、まあ、センサー技術っていうのがすごく注目されると思うんですよね。センサーを使うとどのようなメリットがあるんですか？まあ、センサーっていろいろあるわけですけど、まあ、温度が分かったりタッチセンサーがあったり角度が分かったりとかいろいろあるんですけども、はい、そうすると、まあ、今までこうコンピューターの中とか動かないもので見ていたデジタルな情報がですね、まあ、人がこう実際に体につけたり持って歩くことで、人間の行動を助けたりとかですね、あるいは人間の行動を伴ったコミュニケーションができるというところが面白いと思うんですよね。こちらはですね、パナソニックさんのブースなんですが、なんとビエラにですね、YouTube が視聴できるようになりました。このビエラメニューボタン、こちらを押していただきます。はいはい、で真ん中がテレビ画面です。はいはい、であちら選んでいただくと YouTube につながります。はい、で YouTube のログイン ID でログインしていただきますと、まあ、検索をしたり、はい、お気に入り登録したり、評価をしたりということが可能になりますので、ほとんどパソコンでお使いのように使っていただけます。テレビよりもこちらが面白かったらずっとこちら見られてるんですよね。パソコンでももう4時間5時間見られる方がいると聞いてますので、はい、テレビでもまさしくそういう状態が起きるのではないかと思って、テレビのリモコンで YouTube が使いやすいように、うん、当社が独自にサーバーを立ててですね、はい、こちらの方を、ね、提供しております。なるほどなるほど、はい。一方で家電ショーという一面もありますよね。そうですよね、まあ、そんな中でもですね、まあ、今見た YouTube テレビっていうのがちょっと新しいと思うんですよ、はい、家電製品としては、うん、私はちょっと違和感ありますけどね。まあ、これからあのテレビがどんどん変わっていくじゃないですか。地デジに完全移行するとか、アクトビラで、動画が配信して見れるとか、うん、まあ、逆に新しいものを、YouTube ってものが入ってきたときに、まあ、それをどう取り込んで、新しいビジネスモデルを作るとか連携して新しいサービスをやると、まあ、そういったところが、まあ、期待できるんじゃないかと思うんですよね。うん、